私の新しき、新しく、ダークロードと産んだりするからか。もう徹底して取れないやった方がいいよ。フェアなキラーと戦う、キャンプトンネルするようなやつはもう最低だなとみんなで思って、世界で危ないよ。モード切り替わったら、フェアな人とゲームでしょ。てかそういう人じゃないとゲームになんない。こいつじゃないとそもそもゲームになんない。そもそもキャントンキラーで人減らしてたら、もうみんなで屈伸しに行ったら、何してんの？もう俺のスーパープレイは無になってる。マジでよ、トーテム投げつけてるやつって本当に使えねえよな。何してんの？神業を棒に振るって言うんですぐ捕まるって。あれば箱わさりする。Ah!
になったら人の城に来るじゃん。サバイバーは、俺のプレイの操作なんだ。武装状態で半分以上2台回してることで、今ちょっと駒がやばかった。この状態作ってる。僕が今日打てないで回してることが時間の無駄を省いてる。
誰が見ても分かる美しさ、格が違う。こういうプレーなんだ、真のデッドバイのプレイヤーのスーパープレーとは。これや、これや、ヒアロジャンダルバランスバース。最後の発電機回せるやつがエース、それも分からないでチェイスするやつが偉いとほざいてるやつら、そんなやつは俺を超えられない。たどり着いた境地、極致、正しいプレーするんだよ、押したら勝てる。お願い、引けるじゃん。いつもそこにヒロちゃんがいる。厳しい盤面になればなるほど輝きを増すプレイヤーがいる。それがヒロちゃん、厳しい盤面であればあるほど輝く、厳しい戦いであればあるほど俺がいる。そこに俺がいる。安心しろ、俺がいるチームと俺がいないチーム見てみる。昨日7人で4台2対8モードで回せねえんだと。うちだよ、俺がいなくなった途端俺を救助しなかったやつ。うん、マジで驚くよ。それほどの力の差